そちらです。せいやです。モアイ横バージョン。リラックマ。今回はですね。今回は視聴者質問コーナー。丸まっくり。今回はドンタコス。今回はですね、はい、視聴者質問コーナーということで、霜降りチューブメールアドレスを設定していまして、概要欄に、メールアドレス載っております。たくさんお便り来てますんで、はい、テンポよく読んでいきたいと思います。はいはいはい、はい。チューブネームチャマオ。チャマオ、ご多忙のお二人だと思いますが、お休みの日は何をしていらっしゃいますか。よくある質問ですが、シンプルに気になったので聞かせてください。うん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 、確かにね、チャマオね、チャマオねやないよ、休みの日ね。どこ引っ張ると思う。まあでも休みそんなないもんな、今そんなない。たまーにあのね、レギュラー番組のロケがバラシになったらちょっと空いたりね。そう、ありがたいことにほとんど毎日仕事なんで、ほんまシンプルじゃない、マジで休んでますよね今。あ、ほんまにそうやね。もうめっちゃ寝たりしてますよ。めちゃくちゃ寝てるよ。めっちゃ寝て、うん、やっぱもうアラームかけへんとか、もう贅沢。いや、そう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 、アラームかけへん贅沢、うん、でこの前もびっくりしたもんな、なんか粗品さん、うん、僕怪我してたんで粗品さん一人で仕事あって、はい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 、ほんで、夜中の、まあ、夜更かしもしたいやん、休みの日やから。したい、次の日が結局休みの日より休みの前の日の夜が最強やから。楽しいね、あれがスターの時間や。楽しい、ね、無敵モードや。そうそう、あれが実は一番いいよな。その夜中の時間、やっぱできるだけ夜更かして、うん、ゲームとかしたりとか、うん、で夜中の5時ぐらいまで起きてたんですよ。起きるね。ほんで寝たんがまあ6時ぐらい、ほんでパッて次目覚めたら次の夕方の6時でした。だから12時間。ああ、はい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 。それはちょっとさすがに半泣きになったけど。休み終わった。ほんまやな。ほんまそんなんじゃない。今疲れすぎてて死ぬほど寝るんですよ。だから1日オフやから、ちょっと早起き頑張ってなんかしたいことしようって思って、うん、10時とか9時にアラームかけるんですけども、うん、絶対起きへんわ。無理やな。俺もう夕方まで寝るもん、休みの日は。絶対。だからどっか出かけようとかはやっぱ2ヶ月に1回の1日の休みとはならないですね。全くもう休もうっていう。めちゃくちゃ寝るだけ。週に2日休みあれば、あ、ちょっと今日どっか出かけようとか、うん、なんかこうやってないことやろうとか思うんでしょうけど、うんうん、もう1日だけので夜更かし休みでしょ、うん、だいたい酒も飲むし、うん、まあ寝て夜7時ぐらいから動き出しますね。いや、わかる。ほんでちょっとテレビ見て、で溜まってるビデオとか見て、うん、DVD 見て、もう気づいたら10時でしょ、うん、で次の日早いでしょ、どうせ。で寝れないんですよ、次の日夕方まで寝てるから。2日休みあったら何します。勝手に喋んなよ。なんでやな。厳しいな。いやいや、あ、すいません、こういうもんや。あ、すいません。チームでやっと。すいません、えらいすいません。えらいすいません。ええこと言うてくれたら。2日ね、2日休みやったらか。2日あったら、だからその3日目の仕事によるよな。4の4な。休み明けて次の仕事もゆっくりやったら、うん、マジで旅行とか行きたいな。マジ旅行行きたい。確かにな。俺まだまだできてないことあんねんな今年。何？俺まだ初詣行ってないねん。もういいよ。遅い。マジ行かんでええよ。じゃあ俺、好きなそのね、なんかちょっと参るとこあるんですよ、三重県の。違う違う、毎年行ってたとこ。そう、そこで去年 M1 の願いとかもしたし。違う違う、年末に引くおみくじ意味ないって。まったく。初詣まったく。そんな、なんていう、進行はしてないねんけど、一応ルーティンやから。なんかその別に参りにかんでいいねんけど、おこげ横丁とか毎年行ってたから行きたいねんな。伊勢毎年行ってた。行ってたんよ。へえ、家族で。いやいや、彼女とかと。へえ、そう。
あ、そうなんや。それはだから自分の好きな観光地でもあるから毎年でも行けてないね、M1 のあれで。さすがに。だからどっか好き見て伊勢は行きたいんだけどな。だから2日あったら伊勢行くかも。ええー、な、うん、あ、伊勢うどんとか食べたい、食べたいもいっぱいあるんですよ、伊勢。飯好きですね。そう、もう絶対あるから目当てのもん。確かに後輩と旅行とか行きたいな。好きなやつ。行きたいでしょ。行きたい行きたい。2日あったらね。後輩も今みんな忙しなっていうか、でも、うん、なかなかね、やっぱ好きだから、ほんまに俺も最近やっぱ飯とか行ってんのも、名前も知らんと思うけど、ピンタンパンの誰知らん、タカピンアラモードっていう。知るかボケ。ピンタンパンのタカピンアラモードと誰や。タカピンアラモードが今ちょっと思い出せねえかったそのミノさんばりのためやと思ってたわ。思い出せなかっただけなんです。あ、タカピンアラモードと、なんだピンタンパンって。やっぱ飯だ、ピンタンパンと両方。いや、ピーターパンでええて。チューブネーム、はい、うん、パール、はい、はい、パール。いつも息ぴったりの漫才するお二人ですが、もし今後他の芸人さんと漫才をコントする機会、うん、過去ドリームマッチのような番組があったら誰とどんな漫才コントがしたいですか。はーい、ドリームマッチとかでも子供の時見てましたね。あれすごいよな。大変そうやな、あれ。大変そう。やっぱあれほんまに、だってガチで、だって結構会議室みたいなの映してたもんな。映してた。だからでもあれみたいな感じやりましたけどな、あの一点物で。ああ、ほんまや。2回出たんですよ。大悟さんってやつだ。大悟さんと漫才して、しかもそれも即興でネタ作らなかった。だからそんな感じのやりましたけどね。確かにな。俺もモグライダーの柴さんとやった。なあ。やったやった。しかもドリームマッチより多分短い時間で。そうそう、10分とかじゃあれ。うん、10分とか。結構短い時間でネタは作ったんで。確かにね。まあ、だからほんまのほんまにドリームマッチみたいな。だからその時も大悟さんとやったのはやっぱ僕のモノマネ。はいはいはい。だから多分モノマネをやっぱ突っ込んでくれる人とやるのか、なるほど。それか俺がツッコミで、はいはいはい、ツッコミボケみたいな、はいはいはい、感じでダブルボケみたいなんでボケの人とやるか、とかすかね。いいね。だから粗品さんとかもすぐ見えるじゃないですか、その進藤さん。あ、草薙ともやってたな。あ、はいはい、みたいにもう一人が動いて、うん、それを霜降り明星のオマージュをやるとか。でも意外とやっぱちょっとボケたいかも。それこそノブさんとかに突っ込んでもらいたい夢ですね。はいはいはい。ノブさんとか後藤さんとか。確かに。にらしょうもないボケとかできるやん。はいはいはい。確かにね。おー、そんなリーマッチとかならではの。そうそう。そっちの方がおもろいかもな。俺のこれならもうええで。確かに最近見えへんのあんまり。シモールチューブでもやってよ。ドクドクママとかって。なんかもう生きてくやろ。これやそんなことない。M1 取るための武器。まあ確かに漫才をね。あ、そう、漫才これを大事に逆に。あまりやりすぎたら、ね。確かに。で、それそれ。スモーリーチューブ。チューブネームやっぜ。はい。アニメナルトの好きなオープニングエンディング曲を教えてください。うわー、いいこと言うな。やっぜ。これ俺も喋れるかも。お、マジ？アニソン好きやから。そうか。うん。ナルト以外でどうと。いやいや、ナルトで。メリッサってナルトでしょ。ちゃうっけ。いや、いや、それあれや、剥がれんちゃうかな。すまへん。メリッサちゃうか。どんなやったっけ。君の手で君の手。いや、ナルトじゃないです、すいません。いや、でもはい、遥か彼方はあれ、アジカンですね。あれめっちゃ知ってるやろ。でで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 で、やっぱまああれは神曲ですね。アジカンの遥か彼方。うん、はい、はいはいはい。飛び込むぜアクセル、はいはいはい、やってたやってた。さあ空よ、あったあった。あれはもうエグい、ドゥドゥドゥで、もう第3番から4番、中二試験の死の牙、ひなたがドゥドゥドゥ、心をそっとドゥドゥドゥリ、これでレレレドゥドゥドゥ、息を出たらでかい。覚えすぎやろ、またあんまり怖なんねん。ナルトサスケで、背中合わせサクラで、ええ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 、
入れとってーで中二のうらねないなら覚えすぎやん、それ細かく覚えすぎガラお前の特集出てるから記憶力子供の時のやつ忘れないです映像一回みたいな、確かにね、もういいし、あれもいいですね、もうこれもう名前も分からんけどタイトルもごめんなさい、アニメ好きすぎて、はいはい、曲しか覚えてないけど、はい、戦争編のナルト見てる人しか分からんけど、でんでんでれれんでんでんでれれんでんでんでれん、あーあらら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 、サビがね長いなこういうのにしてはサビが長いですね、それのなんかこうガイ先生とこうやってんの面白い、こうやってこうやんな、ちょっと調べようよ、デンデルレンデンデンデルレン、歌詞とか覚えてない、いや忘れたな、僕が今大切なのは何みたいな、エンディングですか、エンディングですね、いやいやオープニングですね、いや多分出てこないし、出てこない、それ好きやな、最後ね、いっぱいブワーって、あ、これうわ、にわか雨にも負けずもエグいな、雨口なんだろ、突撃ロックもエグいっすね、やっぱクロマニアンズやし、あー、永遠です、エグいな、永遠です、あー、エグい、永遠です、突撃ロック、忍者だけ、うわー、あれエグい、あれも取り上がつ、いいな、最近の、あのボルトのエンディングでリアルさんがやってるやつ俺めっちゃ好きやん、はいはい、強がりルーザー、はい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 、あれ俺バンドから入ってんけど、その、バンドが好きな人が好きなバンドがボルトの、お前ボルト見てんの、いや見てないね、それがそのタイアップしたってことだけしか知らないけど、俺はあの曲好きですよ、強がりルーザー、いやボルトもいいよな、なあ、ボルトのアニメもめっちゃ盛り上がってて今、そう、次ナルトのタイムスリップ編で、まあもう始まってると思いますけど、これ、ね、ナルトの少年期に戻りますから、ボルトもぜひ、ボルトもめっちゃ盛り上がって、今100話ぐらい出てるから、そんな出てんねん、はい、ボルトのアニメもチェックしてます、まあ、というわけで、どしどし皆さん送ってください、質問をまた読みます、皆さん高評価そしてチャンネル登録お願いします。